この辺りは近代的な設備が入っているわね。そのヨアヒムって人が改築させたのかしら。多分そうだろう。グノーシスを完成させるための研究設備かもしれない。なるほど。病院にその設備がなかった以上可能性は高いかもしれないね。誰か来ます。あんたたち、ここにも嫌がったか。あなたたち、おとなしく投降しなさい。いくら薬で強くなったってこの人数相手に。待ってください。様子が何か変です。なんなの。これは。迷ってる暇はない。とにかくぶち倒すぞ。みんな気合を入れるわよ。ああ、俺の番だな。みんな一気に行くぞ。僕の番だね。せい。任せて。砕け散れ。あたしの番ね。みんな行くわよ。了解。任せてくれ。セッティア。さてと。セッティア。聞いたことがあるけれど、気絶している。かなり衰弱してるけど命に別状はなさそうだな。よかった。おそらくこれもグノーシスの力かと。精神の変容が肉体まで影響したのかもしれません。おいおい、めちゃくちゃすぎんだろう。いくらろくでなしどもとはいえこんな目に遭わせれた。そのヨアヒムってやつ絶対に許せないわね。ああ、とりあえずこの一帯を調べてみよう。教団に関する情報が手に入るかもしれない。ええ、
わかった。動いた。数年前に財団が開発した情報処理システムですね。今となっては旧式ですが、当時は相当高価だったはずです。多分ミラはハルトマン議長が用意したんでしょうね。ああ、いずれそのあたりも徹底的に洗う必要がありそうだ。ティオ、他に何かわかるか。はい、どうやらこの端末では各駅のロックの解除と情報の閲覧ができるようです。もっとも情報は一部しか残っていないようですが。十分だ、早速調べてみよう。これはヨアヒム先生が残したものか。教団についての概要が残されているみたいだけど、しかしところどころ読めなくなってるな。おそらく意図的に削除したのだと思います。データの復旧は難しいかもしれませんね。でもここで消されてるのって必要教会とかエイドスよね。エイドスの存在を否定するって公言してたみたいだし。ああ、間違いないだろうね。それ以外にも気になる単語が削除されているみたいだ。かなりの情報が削除されてるな。ええ、例の薬についての情報がまとめられているみたいだけど。でもここの研究施設を使って完成させたのは確かみたいだね。たった数年で量産段階までこぎつけたのか。このフレロマソーってのは何なのかしら。薬の原材料っぽいけど。フレロマソー、聞いたことのない名前だな。私も聞き覚えがありません。戻ったらデータベースで調べてみる必要がありそうですね。なんだこりゃ、虫食いだらけじゃねえか。どうやら教団にとって最高機密にあたる情報みたいですね。この巫女っていうのはキーヤちゃんのことなのよね。ええ、IBC ビルに現れたヨアヒム先生が彼女のことをそう呼んでたわ。正直妄想の類としか思えないような口ぶりでしたけど。いずれにせよこの情報は直接本人から聞くしかなさそうだな。これはまさか血の池。いや、血の匂いじゃねえな。随分と怪しげな液体みてえだが、ひょっとしたら何かの排水かもしれません。ちょうどこの上の設備でグノーシスを大量に製造していたみたいですし。確かに色は違いますが、あの薬と似た匂いを感じます。毒性は強くなさそうですが、直接触れない方がいいかと。わかった、足元にも気をつけた方が良さそうだな。そうよね、こんな量が血であるはずが。ここまで見た目が似てると精神的にはちょっと辛いけど、めげずに先に進むしかないわね。ああ、もしかして行方不明になった。あんたらは。ガンツさん、ご無事で何よりです。
警察の兄ちゃんたち、助けに来てくれたのか。本当に私たち出られるの。それはとにかく扉だけでも開いてしまいましょう。どうやらあれが扉の開閉装置みたいだね。向こう側にもあるからとっとと開いちゃいましょう。ああ、すぐには出られない。すみません、自分たちも敵の目を盗んでなんとか潜入している状態です。魔獣や操られたマフィアが辺りをうろうろしている。この遺跡もそうだが、町までの安全も保証できない。しばらくここで救援を待っていただく方がいいかと。そんなどうしてこんなことに。じきに混乱が収まれば警官隊も駆けつけると思います。どうかそれまでご辛抱を。遊撃士協会も全面的に事態の収拾に協力しています。みんなのことは絶対に助けるから、どうか安心して。分かった。私たちもできるだけの協力をさせてもらおう。ここも牢屋か。こちらは誰もいないみたいだけど。いいえ、誰かいるのか。マルコーニ会長。え、あのルバーチェの。お前たちどこかで見たような。お前らは特務支援課のガキども。何、シュバルツァー奥さんを台無しにした連中だと。別に台無しにするつもりはありませんでした。いずれにしても自業自得ではないかと。へい、黙るがいい。 お前たちのせいでわしは議長の機嫌を損ねて危ない橋を渡ることに。せめては貴様らのせいだ。ものすごい責任転嫁っぷりね。ヨアヒム氏と共謀していたわけではないと言い張るつもりですか。もちろんだとな。もしすぎ、まさかあんな恐ろしい薬だったとは。最初は潜在能力を高める薬という話だった。英雄への襲撃も成功してみんな競い合って服用したが、昨日の夜服用した連中の様子が全員おかしくなってしまう。それでこんなことに。それどころか化け物みたいになったやつも。エイドスよ、我らの罪をお許しください。なるほど、大方睨んだ通りですね。これで分かったろ。わしも被害者の一人なのだ。とっととここを開けて安全な場所に連れて帰って。ふざけるな。元凶は確かにヨアヒムだろう。だがあんたたちに責任がないと言わせるものか。市民たちに薬を流したのは他ならぬあんたたちだろうが。それはその狙いも分かっている。グノーシスに危険がないか市民を使ってテストしたんだろう。あわよくば販売ルートを確保して構想後には広めようとすらした。違うか。さすがにやりすぎだったかもな。今度ばかりはあなた方をかばう議員は現れないでしょう。ハルトマン議長に至ってはヨアヒム氏との関係についていくつもの疑惑が持たれています。もう後ろ盾はなくなったと覚悟した方がいいでしょうね。ま、それはともかく、ガルシアのおっさんはどうしたんだ。てっきり一緒に捕まってるものと思ったが。若頭は
最後までヨアヒムに抵抗していた。だが化け物になった仲間たちに力ずくで抑え込まれて、その後は見かけていない。そうか。ちょっと心配ですね。確かに。ねえロイド君、この牢屋の扉どうするつもり？このままにしておいたらちょっと危険な気もするし、かといって扉を開けたら逃げられちゃうかもしれないし。ああ、正直難しい判断だと思う。僕たちは君の判断に従うよ。さすがに遊撃士が守るべき民間人とは言いにくいからね。やれやれ、甘いね。仕方ないわね。あくまで緊急措置だ。それに丸腰で脱出できるほどこの遺跡の魔獣は生優しくはない。おとなしく警察の救出を待った方が身のためだと思いますよ。わしに指図をするな。これで貴様らも用済みだ。ちょっと行ってしまえ。行きましょう。ああ、先を急ごう。やっと来たようだね。この声はアーネストさん。あ、その人って確か君たちが逮捕した市長暗殺未遂事件の犯人か。おやおや。遊撃士諸君もご一緒とは。イントニー、君たちもなかなか顔が広いじゃないか。ザレ言はそのくらいにしてもらいましょう。マフィアや警備隊と違ってあなたは意思を封じられて操られているわけではない。自分の意思で協力しているならさらに罪が重くなりますよ。その罪というのは人間が勝手に決めたものだろう。今日からこのクロスベルは新たなる聖地となる。どうしてそんなくだらないルールを気にかける必要があるんだい。アーネストさん、話が通じませんね。ダメだな。あなたがどんな経緯でヨアヒムに取り込まれたのか、いずれ事件の後にでもきちんと聞かせてもらいます。だが今はそこをどいてもらう。いいだろう。偉大なる同志から授かったグノーシスに至る力、その目で確かめるがいい。これってまさか。デモナイズ。しかもこいつはあのマフィアどもより。いい心地だ。魔の力を取り込み人を超えた存在に進化する。これぞグノーシスへの道。アーネストさん、どうしてそこまで、どこまで落ちれば気が済むんですか。なんか哀れね。どんな姿になろうとも同じだ。アーネストライズ、公務執行妨害の現行犯によりこれより身柄を拘束させてもらう。貴様らに絶望を与えよう。さあ始めましょう。ああよし。みんな一気に行くぞ。私の番ね。みんな行くわよ。了解。
僕の番だね。エッセン、エッセン、行くよ、行くよ。うん、うん、任せて。そこだ。こちらの彼はもともと武闘派みたいだし、しかし愚弄思想、どこまで常識外れなんだ。生きているか。なんとか。かなり消耗したみたいだから、しばらく動けないでしょうね。そうか。まあここに放っておくしかありませんね。ああ、とっとと先に進もうぜ。そうだな。エリ、行こう。ええ、さようなら、アーネスト先生。